高木雄一は神奈川県出身の元プロ野球選手、コーチ、監督。本名は高木義一。1977年から1982年までの登録名は高木義和愛称は沖山光俊がつけたとっつぁん。プロ野球界では珍しい地方公務員出身である。創生した自主を含め女の子が3人続いた後に生まれ2層から 女系の地だから男の子が育ちにくい。名前に女の字を入れた方がいいと助言を受けた両親に、吉和と命名される。実家は繊維工場を営んでおり、両親は仕事で忙しく、自身は放任されて育つ。入学した淵のベダカには当初野球部がなく、2年時の1966年に自身が校内で参加者を募り野球部を創設したが、 部員は10人ほどしか集まらず監督もいないチームであった。自身はエースで主砲を務め、公式戦に出場したのは3年時の1967年夏の1試合のみであった。横浜公園平和球場で戸塚高校と対戦し、0から5の完封負けに終わる。高校で野球をやめるつもりであったが、相模原市役所の関係者に試験を受けて、 うちの野球部に入らないか、と誘われ、公務員試験に合格。卒業後の1968年から、税務収納課に勤務する傍ら、公式野球部に入部する。3年目の1970年に、投資権外野手として出場した第20回産業大公の、官業校舎部門で優勝して、本選出場を果たし、丸全席優先で、バックスクリーンに、 本塁打を放つも試合には敗れた。1971年11月に野球部の後輩と共に、日明かしで参加した川崎球場での入団テストで、偶然調子がよく合格してしまい、1ヶ月悩んだ後に断りの電話を入れるも、入団テストを見ていた青田のボルヘッドコーチから、この打撃力で、市役所勤めはもったいないと、改めて高木に呼びかけがあった。 最終的には、父親の、せっかく戦争のない世の中になったんだ。人生、いくらでも取り返しがつく。やり直しが効くのが若い奴の特権だ。2から3年兵役に行くつもりで行きたいんなら行ってこい。プロ野球へという言葉で入団を決意し、同年のドラフト外で、太陽ホエールズに入団。背番号は、81、契約金は、ゼロであった。 1972年は終盤に一軍昇格を果たし9月2日の中日戦に一番左翼手でプロ初出場を飾ると初打席で稲葉光雄から二塁打を放ったオフに背番号が35に変更されるプロ一年目は高木が現役時代の最も苦しかった経験として挙げている公務員勤めからドラフト外で入団した高木はアマチュアで 本格的に野球に取り組んできた選手とは明らかにスタートラインが異なっていたため、1年間1日も休まずにバットを振り続けるなど、猛練習に励んだことで手応えをつかんでいたが、首脳陣になかなか認めてもらえず、ドラフト指名で契約金をもらって入団した選手から優先的にチャンスが与えられていたことに悔しい思いをしたという。また、私生活では、 交際相手の女性と結婚した。1973年には一軍出場ゼロに終わり、オフに戦力外になりかかったが、高木の才能を見込んだ同僚のクリートボイヤーが、球団に掛け合い、残留することになる。この件もあり、高木はボイヤーを恩人として慕っている。同年オフには一軍打撃コーチの沖山光都から一年目の長崎慶一と共に呼び出され、毎日三人で、 ひたすら練習に取り組み、1日1000回はバットを振った。1974年は2年ぶりに1軍出場を果たすも、わずか2試合で2打席の出場に止まり、無安打に終わった。オフに、背番号が63に変更される。また、私生活では、夫人との間に長女が誕生した。1975年には3年ぶりの安打を放つも12試合の出場に止まり、 現役を引退して別の仕事を探すことも考えたが、夫人の家族のために夢を諦めないでという言葉で思い止まる。1976年、この年から1軍での出場機会が増える。5月12日のヤクルト戦では渡辺隆弘からプロ初本塁打を放つ。最終的には94試合に出場し、打率279、7本塁打の成績を残した。 オフに対談が決まったボイヤーから背番号6を継承した。1977年には勝負時に女の字が入るのはそぐわないとの理由から母親に改名を勧められ、登録名を高木義和に変更する。同年から監督に復帰したベッドをオるからはリストとバッドヘッドの使い方を指導され、その途端に打撃が上向き、一軍昇格へのきっかけとなった。 別当の多くを語らずとも的確なワンポイントアドバイスを送る指導は型にははめず選手の才能を生かすという高木の現在の指導法にも息づいている外野手のレギュラーであったエイジリリが頭部に支給を受け戦線離脱したのを機にレギュラーを奪うと主に3番打者として自身初の規定打席に到達打率32320本塁打 73打点の高成績を残し、オールスター初出場を果たした。この年以降からチームの中核となる。また、私生活では次女が誕生している。1978年はリーグ5位となる打率。326、23本塁打、80打点、出塁率。401でキャリア範囲の成績を残し、2年連続でオールスターに出場した。 1980年は首相を任され、主に4番打者として活躍。9試合連続打点を記録するなど持ち前の勝負、強さを発揮し、自己最多の128試合に出場。打率、283、12本塁打、56打点の成績を残した。1981年は115試合出場で、規定打席に到達し、打率、270、 9本塁打、50打点を記録した。1982年には2年ぶりに2桁本塁打を記録するが、同年を境に、外国人選手の加入などで控えに回る機会が増え、代打の切り札、または準レギュラーとして起用されるようになる。1983年には、手首など立て続けの故障に悩まされていたことから、登録名を高木唯一に変更する。シーズンでは、 規定打席到達未満ながら打率3696本塁打出塁率434の好成績を残す。1984年には3年ぶりに100試合以上に出場し、規定打席には届かなかったが、打率2736本塁打出塁率362を記録した。1985年は93試合に出場。 6月4日の広島戦で通算1 0試合出場を達成する。また、8月15日の中日戦で鹿島忠から通算100本塁打を放った。1987年、チームの若返りの方針により、シーズン途中の6月という異例の時期に現役を引退。同時に2軍打撃コーチ補佐に就任する。 6月18日の巨人戦が引退試合となり、代打で出場すると、西本清から安打を放って、優秀の美を飾った。引退後は、太陽で2軍打撃コーチ、横浜で1軍打撃コーチ、1軍野手チーフ兼打撃コーチ、横浜2軍、湘南シーレックスで総合コーチ、育成特別コーチ、打撃兼育成コーチチーフコーチチーフ兼打撃コーチを務めた。 一軍打撃コーチ時代の1996年をオフに、つなぐ野球を提言したことから、1998年に、チームが38年ぶりの優勝、日本一をした時には、マシンガン打線の生みの親と称された。在任中は、鈴木隆則、ロバート・ローズ、金城達彦と4年連続で球団から、首位打者を輩出。 高木は鈴木をコーチ時代の最も思い出に残る選手として挙げており、一軍で結果が残せずに行った当時若手の鈴木オフの機関自宅に招き、月きっきりで素振りを見守っていた。その後も二人三脚での練習は続き、鈴木はレギュラーに定着。二年連続首位打者を獲得するなど、球界屈指の打者に成長している。湘南コーチ時代の2009年には一軍の監督。 王や秋彦が5月18日限りで休養となり、湘南の監督、田代富夫が一軍監督代行に昇格したことに、伴い、湘南監督代行に就任しシーズン終了後まで、務めた。入団から38年間、一度も、球団や現場から離れることなく在籍し続けた。2010年からは、球団フロントに移動し、ベイスターズに所属しながら有効球団である。 中国野球リーグ、天津ライオンズ監督として派遣され、1年間式を取った。2011年は8年ぶりに、横浜の1軍打撃コーチに復帰し、DNA に、ミューリンゴは2軍打撃コーチ、2軍チーフ打撃コーチを務め、2013年10月1日付で、中根一氏と,と共に、コーチ契約を結ばないことが通達された。対談後は、 JR 東日本臨時打撃コーチを務め、2015年には母校である麻布大福校野球部での数回にわたる指導を行った。職人芸のように広角に打ち分ける技術と勝負強さを兼ね備える高打者。晩年は代打の切り札としてチームを支えた。また外野守備も巧みで安定感があった。ありがとうございます。